朝日町歴史博物館図書館朝日町教育文化施設は三重県朝日町ガ地区にある朝日町の施設。博物館と図書館や児童館が隣接されている。朝日町のガ地区の丘陵地にあり近くにガ城跡がある。JR 関西本線朝日駅から歩いて10分以内のところにある。朝日町の縄生地区で1986年9月から 翌1987年まで発掘調査が行われ、その大量に出土した野丸瓦などから7世紀末から8世紀初頭に造営された白宝時代の古代寺院島跡の存在が確認された。江戸時代から根高寺跡と知られている。今は縄生廃寺と呼ばれている。縄生廃寺から倒産裁判を伴う車利容器が発見され、 日本で最も古い例の一つとして、1989年に国の重要文化財に指定された。それの他に大量の瓦が出土した。これらの出土から1997年に完成した。白宝時代根流の縄生廃寺、江戸時代の国学者、立花の守る部、江戸時代末から、明治時代の森遊説、明治大正時代の日本画家、栗田真穂、水田義立船。 廃人中村小松など、朝日町の歴史を一堂に展示してある。年に数回、企画展などの特別展示がある。ありがとうございます。